はいどうもこんにちは、芸人ギルです。よいしょギルシックです。ガキーナさん、はい、本日も我々と稲垣さん、アマングアスやっていきますけども。やっていきましょうよ。さあちょっとルールがね、一応固定してきてまして、とりあえずは名前とか、キャラクターを特定できることは言っちゃいけない。言っちゃいけない。で、できる限り、断末魔もダメ。断末魔もダメ。ガーッとかめっちゃダメ。ダメ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 。はい。そして、投票になったとき、絶対に誰かに投票する。絶対投票。みんな投票しちゃいけない。うん、絶対投票。もちろんでも投票が同点になって流れるのはあり。あり。うん。というルールでちょっとやってみてますけども。まあまあ、穴があればね、そこその都度、変えていきたいと思います。そうだね。芸人ギルドルールをね、作っていきたいね。はいはい。部屋の、設定は今左側出てますね。うん。はい、このようになってます。じゃあ行きましょう。これ、富士山にいつも言ってますからね。あ、俺に言ってんのこれ、うん、ちょっと MC 黙って MC 黙って回すな回したい回したいのにバカズが欲しいどんな仕事でもいいバカズが欲しいよ落ち葉ぱいぱいいやマジですマンホールから出てくるのマジで怖かったなあ前回ねやめそれ待ってなくても終わりますよどれですか、うん試験官いやそうだよいやそれを待ってたんじゃないよ俺よし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 うわクレジットカードのやり方マジで最近わかったわ今日わかったまあそれマジでネットでねこれむずすぎだろみたいになってたあなんだこれってスーパーマジで、ね、意外と早いよねあれね俺は意外と遅いだけどあー本当っすか早いやばい、俺今、まあ、スキャンしてる。僕も違います。僕右上行きます。これ、多分上行けるな。ああ、やってる人いる。はい、やった。じゃあ大丈夫そうかね。わかった。マーカー戦車。ナイス。マーカー戦車。出ました。オッケー。ジャパニーズ小池のマーカー戦車。激ムズやってます、今。これ、マジムズ。あ、スターウォーズ。ああ、バロラントの次にムズ。それは難しい。あ、ムズ。やめて。閉められました右上ちょこちょこ今なんかミスったって言ったタイミングだな名探偵出てきてる喋り方がもう名探偵の間の取り方誰ミスったっつってましたやべ喋ってないと言いますね右かあー封じ行かれて右ね右俺行けない右上行っちゃってますわ一応俺真ん中行きますわ任せんの怖いの真ん中やったよもう真ん中オッケーあ、ナイス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 明らかに死んでるな奴が奴が死んでるな危険感出だ多分行きますかあ、やられてる試験管室ああ、マッペで動いてないやついた。なるほど。名探偵が出てきてんだよ。いやー、俺、白だと思ってた人が白じゃなかったな。ニコラスさん、ニッサンからは、俺はもう確定白もらえると思います。確定。はい。小池はもう、はい、いいよ。なんでありがとうございます。ああ、なるほどね。スキャンしてんの。ニッサン、ニコラスさんもちゃうと思うんですよね。あのねー、下のね、部屋でガソリンやってるときに、うん稲垣は来て、うん、ミスったって稲垣は言った瞬間にドアが閉まったのね。うん、で、ちなみに、まずそれ1ね、うん。で、さっき、あのマップ見てて、あ、動いてね、試験管の方に動いてねえやついるなっつって、上の方に行ってる時に上から来たのは稲垣でしょ。いや、僕はミスったってまず言ってないです。で、まず言ってない。左側には全く行ってないです、僕。小池さんの方、行ってましたもんね。僕はまあ、右側にはいましたね。そう。ただ上から回ってくれば別に間に合う距離ではある。富士山がだいぶ前にやられてるから間に合う距離ではあるかなと思うんですけど、ただこれスキップなしなので、はい、絶対に誰かする。俺ニッサはね、俺がなんか激ムズのやつやってる時にやってこなくて、うん、なんか白かなと思ったんですけど、ニッサあれ上から来ましたよね。うん、俺上から来た。そうですよね。上から来たんで、ワンチャン、フージさんを倒して、クールタイムで俺のことやんなかったか。なるほど。なるほどね。だから、白だと思ってたんですよ、俺、ニッサンを。それ、どんぐらいの時間ちょっと前頼もしいな。いや、結構前ですね。結構前。大
2の前かな。そんだね。いや、これ。いや、でも、全員上げちゃうんだよな。僕、岩下さんだけは合ってないですよね。右にずっと。僕も稲垣さんと合ってない。小池さん。これ、西沢、今の発言、ちょっとありだな。まず小池が、小池が白って、はい、もういや分かってんのに最後にこれ全員分かんねえなってちょっと各自入れるでいいと思う。もう一人入れましょう。じゃあ俺ニコラさんいいなって言ってたからみんなに。なるほどね。富士さん、富士さん敵取ったよ。取れるかな。兄さんだ。ミスったって言ってなかったんかな。どうなんでしょう。待って、なんでみんな離れてくの？まあ、俺確定白もらってますからね。それだけ忘れないでね。うん、え、ニッサンじゃないの？え、なんで俺なの？え？いいですか？はい。だからさっき、小池と、はい、俺と西沢小池見てて白なの確定してて、はい、そうだねって西沢言ってたのに、最後の方にちょっとあの、誰、全員わかんねえって言い始めたから。これは小池以外よって意味よ。あ、なるほどね。俺はこれ。俺、ニコラスさんも。いや、待って、この、うわ、この。ニコラスさんもあると思うよ。まあ、絶対いますよね。絶対投票の中でのエマージェンシー、マジで聞くな。聞くね。小池以外の3人は、まあ、俺も自分客観的に見てもあると思うけど、俺マジで3人あると思うよ。ただね、ニコラスさんがね、この言葉巧みにやる感じのプレイスタイルあんまやんないのよ。いや、みんな殺してるからね、ちなみに。いや、最後は俺だって西沢いるぜ、でも。考えを、最後の西沢の発言で考えを変えて、俺は西沢に入れてる。まあね、ニコラスさんに入れます。任す、これは。ただこれ外したら終わりになるから。終わりだな。いや俺もね、でも自分を信じろ。いや俺もね、怪しいとこ一個あって、じゃあニコラスさんが言ったからいないでよって兄さんが言ったんすよ。それがやっぱ乗っかりの西沢なんじゃないかと。ああ、まあそれでさっき西沢やっぱ俺が西沢やっじゃねえ、俺がいないやってるって言ってたんだ。ああ、なるほどね。スキップはできないけど同点にはできたからね。いやでもいうのはあるよね。いや、うん、そんな後の人で。よっしゃ、よっしゃ、フジラッキーさんごめんな。よっしゃ、フジ、ごめん。小池シロは本当に外して誰かわかんないって言ったよ俺は。そうっすよね。さすがにそこまでは。稲垣すまね。え、あれ、僕と会ってる時って、富士さん倒した後っすか？いや、殺した後だったかな。ローラーできねえかな。俺結構早かった。あの、O2 終わってすぐだったから。あ、そうそうそう。あ、後かな。いやどうだったの？ちょっと覚えてないわ。いやでもまあね、2人持ってったらねいい方だからね。でもちょっと一ついいですか、始まる前に言っときたい。はい。ニコラスさんが今この主導権握ってる感じすげえやばい。まあまあまあ、じゃあ行きましょうか。いやでもね、俺ね、これね、チロの時のニコラスさんだと思うな俺。これいや僕もあの言葉巧みにね人騙すことしないから。そう、笑い分かりやすくなるかもね。うん、俺はそう思う。さあ、それを聞いた上でニコラスさんはどう出るかだよね。うん、ここで鬼を引いたニコラスさんはどう出るかだよね。やばい。引いたかどうかわかんない。プレッシャーにね、プレッシャーに潰されてね。ちょっとこれあれしたいな、俺。なんだ。ちょっとこれ。おー。上やります。右上だ、近い。巨人くんがいる。真ん中。上やります。はい。おい。はい。全員いるよ。真ん中が稲田だね。稲田がいきますよ。ん？あれ真ん中は？おお、びっくりした、びっくりした。ちょっと、ついてきてっていうのはありなの？あ、名前なしで、それはありよ。ついてきて。ついてきて。
誰に言ってんのあれ。ついてきて。全然ついてきてねえじゃん。違うのよ。ついてきて、プシューっつって閉められてどっか行ったのよ。ついてきて。ついてきて。あ、こっちを。ついてきて。あったやつ全員に言ってる。ついてきて。ついてきて。真ん中。真ん中行きます。ついてきて。いや、真ん中俺行ってるから。右上。右上。ついてきて。真ん中終わり。もうずっとついてきて。上頼むよ、上頼むよ。はいはいはい。行きますよ。早いもがち、1。はい。番号も違うんだ。ナイス、ナイス。あ、違う。ちなみに僕、O2 2個やりました。ついてきます。ついてきて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 。あ、そういうことね。ついてきて。うるせえ、うるせえ、うるせえ。うるせえ、うるせえ、うるせえ、うるせえ。これいいだろ。下方じゃないのこれ。ついてきてー。これ下方じゃねえんかな。はーい、ついてきた。分かんないけど。オフィシャルから来たやつを。ルールは守ってますよね。待て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 。あー、暗い。タスクやってから行きます。比較的近い。名前言われへんのかちょっともどかしい。まあ言っちゃダメだからね。ついてきて。あ、扉を。ついてきて。ついてきて。ついてきて。ああ、治った治った。ナイス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 。はい、あげたの。治った。ついてきて。ああ。ついてきて。ついてきて。なんかいそう。なんかいそう。ここに。なんかここに。おお。え。ほらね。なんか静かだったんだよ。なんか静かだったんだよ。あのデブが。どこに、これ誰が最後レポートしました？僕が追って、真下の一個左の部屋にいたんすよ。なるほど。はい、真下の一個左。あの、電気つけるとこ。ああ、はい、はい。そう、電気ルーム。ちなみに、これ、一周したんだけど、タスクやりながら一周したんだけど、そこの部屋に入って、稲と富士山とすれ違って、暗くなったかな、部屋が。で、一周し終わった。でも部屋暗くなって結構経ってましたもんね。で、試験管の部屋からさ、半時計回りに移動してたよね。はいはい、僕そう聞きました。電気つけたの誰ですか？電気つけたの誰ですか？そう。電気つけたの誰ですか？俺は小池と一緒に。はい、つけてません。つけてない人。はい。はい、つけてない。ヒロチンくんじゃない？え、待って。つけた瞬間やられたってこと？ヒロチンくんがつけた瞬間にやられたんじゃない？ま、場所は確かにそこ。今閉めてんだよな、うまいこと。どっちから来た？西座暗い時に一周したの？暗い時に一周した。で、ニコラ、明るくなってからニコラさんの部屋見に行ったかな？右下の。ああ、その一周始める時はどこら辺にいたの？下から、左下の部屋にまず俺入ったんですよ、一回。うん。左下から一周して、はい。暗い間に一周して俺の部屋に来るのって、あの、無理だよ、多分時間的に。あ、真ん中上ぐらいです。で、その真ん中上ぐらい行くまでに、イナと富士さんとはすれ違った。うん、イナもいたね。僕は上からカフェテリアから下に行って、右に行きました。で、もし、ヒロチンくんが電気つけた瞬間にやられたなら、ニコラスさんは白。うん。右下にいた。電気ついてちょっとしてから。まあ俺と小池になっちゃうけど、俺と小池は左下にいた。左側からなんか下に降りてってた。まあでも富士さんも無理かな。うん。うん。小池と俺は無理だと思う。うん。無理だと思う。言えなきゃダメなんだよね。言えなきゃダメです。そもそもスキャンしてるからな。そうですね。僕はもう白角もらってます。自分が思う人入れてください。おお。俺とに日産が田舎。やばいね。なるほど。やばい、ね。やばいな。いや、なんかね、ちょっとそのニコラスがつっついたとこがね、怪しかったんだよな。いや、ちょっとね、一周したっていうのがちょっとよく分かんなかったから。そう。え？あれ？俺真ん中行きます。左、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 左。下。オッケー、これはもう、でももう、そしたら、エマジェン押していいかもな。下やりますよ。俺なんや。おー、危ない危ない。ちょっとクリックしてあげ。あ、OK、OK。終わり。オッケー、やった。やりました。これ押していいかな。エマジェン押していい気がするな。あ、あかん。これ下に
なんでエマジェンションをしたい。いやーまあ1個しかないじゃないんだよね俺の中で。でもいやなんで、いやわかんねえな。いやだ名前を言っちゃいけないからね今。ああその名前が出てきちゃうのか。そう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 、この人じゃねえのっていうのがあるんだけど、あるなんだけど、理由は、理由言えばいいじゃん。あれ富士さん、てかこれは開けました。はい僕が押しました。なんでだってこれってもうキルクールダウン終わっちゃったら負けますよね。っていうかもうそもそもあの電気、俺ずっとマップ見てて電気の部屋に2人いて1人出てった時点で走ってったら、はい、富士が死んでて稲垣いたんで終わりです。そうですよね、そうですよね。いや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 僕やっちゃいます、ちゃいますって。僕暗くなったから。いやそもそも小池スキャンしてるからもうね稲垣なのよ、はい、残念。そうですよね。いやいやいやとかじゃないです。いや分かんない、分かんないんだけど、俺も俺からは、そう俺からは分かんないんだけど、でもあの富士さんとずっとに一緒にいた否かなっていうのはあるのよ。俺も一緒に二人で上行ったから。いやいやいや違いますって話を聞こうや。おいけ。わかんないと思う。いけ、こいけ。わからんかった。書くなのよ、書く。書なんだよ、めだ。ふうじさんが死んだら稲だなって俺ずっと見てたもん。だからふうじさんが死んだら稲だなと思ったから俺が鳴らした。いや、違う。ニコラスさんが右にいるのは知ってたから俺。そこで一旦ふうじさんと僕は別れたんですよ。最後難しいなぁ。いや、そこの電気いたよね。ん？ニコラスは右にいなかった。いや、俺ずっとマップ見てたのよ。まあ、あーなるほど、ね、一旦フージと別れたっていうのも見てたもんですね。ああ、なるほどね。うん。一旦いなくなって戻ってくムーブって鬼しかやんねえから。そういうこと。そう、それを見てすぐ行ったの。ピザーじゃなかったらもう、みんなしかないだろうなと思ったから。殺人した後に稲が出てこようと。そうだから、あの、上と下で分かれたとこあったじゃないですか、富士さん。うん。あ、富士が死んだらもう入れるからね、と思いながら俺も下に行きました。いやいや、ね、俺もだからずっと一緒にいるから、これもエマージェンシーをしたいなーってことでしょ。ああ、もう。終わらせたいなーって。稲がしらじらしく、あれなんか喋ってないなーとか言い始めたから。富士なんすか？すぐ真ん中行って俺、バチンってボタン押して。いやっつって。だって明らかに喋ってへんもん。途中に止まった。小池さん行くべきやったな。いや、あれよくわかりましたね。僕が電気つけた瞬間にやられたの。みんななんか推理で、小池さんが誰が電気つけました、うん、つけてないっつって、西さんが、うん、あ、これヒロチン君じゃないっつって。西さんが早かったから、それでちょっと俺怪しかったの。それが一番あの簡単じゃん。いや、俺見てる殺された側からしたらめっちゃテンション上がった。うわ、よくわかってくれたな。岩下が押してればさ、誰もアリバイとか関係ないじゃん。そう、だから楽だからそっちにしたんかなと思ったけど。こんな時点でもう稲封じ格だったんだ、ほぼ。まあ俺がね、西田に見てるんでね。まあ最初にやっぱ小池がついてきてってうるさくて自分のスキャン見せてたからみんな。あのスキャンさ。あ、なるほど、そういうことね。あれだけずるい気するな。ずるくはないでしょ、だって。あれって検査機みたいなもんなんじゃないの。だってあれ全員ないでしょ。もう本当に選ばれし者だけの特権でしょ。でも、1ゲームに2人いたら結構きつくない？いや、いないんじゃん。いないかな。いや、僕も多分あれ、ありました。いや、鬼ができないだけで2人いたら2人白だから。そう。あれ、確かにちょっときついな。まあでも逆に、見ててって言ってるやつが、その見てるやつは鬼だったら別に。そうですね。わかるよ。まあまあ、ありちゃう。3人ぐらい見てたからな。みんな、まあ、俺全員に声かけてたもん。みんな来て、守護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 。まあでも、めっちゃ惜しかったんじゃないですか。もうちょいだったでしょ。惜しかったね。あと俺、小池だけだった。あそこでだから、いや、小池さんやるべきやったな。そうだね、そうだね。小池倒して、で小池が見つかる前に、誰どっちか一人やれれば。そうだね。いやー、これは、なかなかちょっと今日は、推理が伸びる日。いや、よかったね。あの、なんか、反則負けがなかったからよかったね。今回は。反則しらけ負けね、うん、あれが一番冷めるから、あれがなかったのでまあうまくいきましたけども、はい、やっぱちょっとねルールをちょっと固めるだけでもだいぶちょっと幅が広がる。そうだね、まだまだちょっと改善の余地ある。はい、ちょっとねまだまだ遊んできて、またねちょっといつかねめちゃくちゃ人増やしたいね。そうだね、そうですね、10人でやりたい。やっぱちょっとやりたいけど、まあとりあえずは練習も兼ねて、うん、はい、やっていきますので皆さん次回もお楽しみに。というわけでまたお会いしましょう。さよなら、さよなら。